5人の、キー・エヌ・ジー・アンドピンス、週末、平野神宮寺騎士22日だった平野安神宮寺は退職騎士も、秋に秋に。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キー・エヌ・ジー・アンドピンスの平野市要、26。 神宮寺ゆ太た25、岸士太う27が今日22日をもって脱退し、5人体制での活動に惜しまれながら幕を下ろす。平野と神宮寺は同日にジャニーズ事務所も退除。岸は今週に退除する。20日には NHK の音楽番組メニュー101に生出演し、5人でのラストパフォーマンスを披露。最後に歌唱したビューティフルフラワーでは、 平野と高橋海人24が号泣し、ネットでは一夜明けても前を向きたいけどしばらく無理そう。キンプリは最高のアイドルなどの声で溢れた。この日、グループ公式インスタグラムのストーリーでは20日のベルーの出演前後に撮影したと思われるトラビスジャパンとの記念撮影をトラプリのタグと共に投稿。 ジャニーズの有料会員サイトのブログでは、スノーマン・メグロレン26が同期の神宮寺や騎士、平野と収まったショットを公開するなど、他のグループのタレントたちも別れを惜しんだ。脱退及び退場後、3人はそれぞれ芸能活動を行っていくものとみられ、平野はかねて目指していた海外進出への夢を模索していくという情報もある。 岸は主演映画 G メンが8月に公開を控えていることから今週の退場まで単独で活動し、レギュラー出演する VS 魂フジテレビ系にも当面は継続して出演する予定。キンプリの歩み。岸型2015年6月平野、長瀬、高橋からなるミスター。QNG。 岸、神宮寺、岩橋源氏からなる、ミスター、プリンスによるジャニーズ JR、ユニット、ミスター、QNGVSMR、プリンスとして結成。岸型2018年5月23日、シングル、シンデレラガールで CD デビュー。岸型同年10月、岩橋が病気療養のため休養。 岸形老年12月、主演舞台、ジャニーズ・キー・エヌ・ジー・アンド・サイランドが帝国劇場で開幕。岸形老年12月31日、紅白歌合戦に初出場。岸形2021年3月、岩橋が脱退退場。岸形老年8月、24時間テレビ、日本テレビ系のメンパーソナリティに、 岸型2022年1月、初の冠無理レギュラー番組、KNG&PINSL。日本テレビ系がスタート。岸型同年4月、初の4大ドームツアー開催。岸型同年11月4日、平野・岸、神宮寺が23年5月22日にグループを脱退、事務所を順次退場すると発表。 岸形同年12月11枚目シングル、月読み、彩り、が初の100万枚突破。岸形同年12月31日、NHK 紅白歌合戦に5年連続5度目の出場。5人体制でのラスト紅白で、1番、お披露。その後、ジャニーズカウントダウン2022、ハイアジールーシー2023に出演。 菱形2023年2月12枚目シングルライフゴーソンヒューアヤングで2作連続ミリオン。菱形老年4月アルバムミスター5ミスター5が100万枚突破。菱形老年5月13日冠無理番組キー・エヌ・ジー・プリンスル最終回。菱形老年5月19日ミュージックステーションテレビ朝日系に生出演。 岸形同年5月20日、QNG プリンスル。2時間 SP 放送。生放送の NHK 総合、メニュー101、拡大版で涙のラストステージ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。